何から話していいか分かんないけど、ユニットとか、ユニットはカレンレンと藤子こと一緒におニューの上履きをさせていただきました。初めてのおニューでやらせていただいたんですけども、どうでしたか？おニューのねセンターさせていただいて、カレンレンと藤子こでやりました。そう、当たり？藤子とカレンレンでやったんですけど、そう、いやユニットでおニューやるってっていうのは、もうユニットでおニューやろうっていうのは決まってたので、あとメンバー一緒にやってもらうメンバー誰にしようかなって考えてて、いろいろあっていろいろ考えて藤子ことカレンレンにお願いしてもらうことになりました。っていうのを藤子くんに連絡したら、もうすごく喜んでくれてびっくりしてました。私みたいな、めっちゃ、そう、もうその日から藤子くんの機嫌がすごい良かった。機嫌が良かったというか、毎日がハッピーそうでした。で、カレンレンは、カレンレンも喜んでくれました。カレンレンどんな感じで言ったっけ、とりあえず2人とも喜んでくれて一緒にやってもらえ、そう、藤子子がね体調不良だったじゃないですか。そう、だからでも藤子子に出てもらわないと困るんですよ私は。だからでも直してくれたのですごい良かったんですけど、それであとはなんだろう、髪型とか、髪型はポニーテールにしました。結構高めのポニーテールにして、そう、前髪をね薄くしたんです。で、私は前髪を薄い方が盛れるっていうことに気づいたので、今日から前髪薄くすることにしました。初期はさ前髪薄かったんだけどさ、あれだ、重くしたんだよね。前髪を薄くすることにして、あとなんだろうね、何があるかな、スピーチは、まあ、14歳であったことをできるだけまとめて話したんですけど、なんか思ったよりめっちゃ早く終わっちゃって大丈夫かなって思ったけど、まあ、長くなるよりは思って、で、リチャキからのお手紙をもらいました。リチャキからのお手紙をもらってすごい感動しちゃったんだよね。ここにね、ほら、リチャキからの、お手紙も直筆で書いてくれていただきました。感動しちゃう。めっちゃさ、感動したんだよね、私。お手紙誰だろう、司会誰だろうって生誕祭のメイクしてる時に考えてて、でも誰だろうなと思って、で、リサキなわけないって思ってたんですよ。なんかなんとなくリサキ
じゃないかなみたいな思ってて、そしたらまさかの利先で、とても嬉しかったです。本当に先からのお手紙でとてもとても可愛いお手紙で、なんかやっぱり一緒のさタイミングでリサキと昇格させてもらって同じチームになって、なんか結構ダンスが得意な子たちがさ多かったからさ、私取り先ですごい言われちゃうことがあったんですよ、いろ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 ね、二人でね悩んでた時期があったから、昇格してすぐで、警報って結構ダンスがすごい先輩とか6期生も多いから、私とリサキでね結構先輩方とかいろいろねあって言われちゃったことがあったから、二人で、ね、すごい落ち込んでた時期とかあったんですけど、そういうのを思い出してお手紙書いてくれてすごい嬉しかったです。ありがとうリサキ。そうなのよね、なんか注意されるとき、なんかやっぱダンス曲とかココテの中にあるからさ、結構ここちょっとニュアンス違うよとか結構リサキと私でなんか言われるときは絶対リサキが横にいて、二人ともね一緒に言われていたから、そうなんですよ、だからそういうのがあってのリサキからのお手紙なんですごい嬉しかったっていうかね、思い出しましたね当時を。まあ今もまだまだなんですけど、特に初期らへんは、初期らへんというか昇格して最初らへんはいろいろあって、それを思い出しました。これは取っておきます。リサキがそう、その話でリサキ結構さ、そうその話ねするとき泣いてた、私もうるうるしちゃいました。ね、お友達と芋ってフラスタ取るとき、パパがママさんに、あんたなんで入っ…取るって怒られてた？パパがママに？何してるの？新しい交差の写真がリサキとめっちゃ似てました。本当？新しい交差の写真ってなんだっけ？で昨日は結構あの私の関係者がたくさん見に来ていて、ママパパ妹っぺおじいちゃんおばあちゃんお友達たくさん見に来てくれてたんですけど、で初めて劇場に来てくれたお友達が初めて
劇場に来てくれて公演を見てくれたんですけど、めっちゃなんか楽しんでました。なんかステージからやっぱさ見えるんですよ、お友達のことがね。それでハイウェイとかで花道に行った時とかめっちゃもうこんなんしてて、そうもうこんなんしてきてめっちゃ面白かった。あ、そう、企画もあったんですよ。あの質問コーナーをさせてもらって、ファンの方からねあのたくさん質問いただいたんですけど、ちょっと時間の関係でね全部はもちろん読めなかったんですけども、質問コーナーもしていただきました。なんか公演終わってなんて言われたっけ、最初に公演終わってで帰りも一緒に帰ったんですよ。夜ご飯一緒に食べて帰ったんですけど、その時に話してなんか可愛かった先輩が、可愛かったっていうかみんなめっちゃ可愛いって言ってたけど、ねねさん、はなさん、藤子子、えぐっちゃんが気になったらしいです、友達は。で藤子子にね LINE して、なんか私の友達が藤子子可愛いって言ってたよってしたらめっちゃ喜んでた。それもやっぱ藤子子ってね褒められるのが好きなんだと。めっちゃ喜んでた。それもありがとうって言っといて。めっちゃノリノリだったよ、私びっくりした。え、そんなノリノリって、お見送りじゃない、なんていうの、ハケレスっていうの。それでなんか友達がこんなハートスクローとかしてきて。で、おニューのあのお尻振るところが面白かったらしいです、お友達たち的には。おニューのお尻振るところが面白かったらしいですよ。なんかやっぱ学校とさ違うからさ、しかもここてんって結構可愛い系だからさ、学校と違うくてギャップがすごいって言ってた。そう、今日学校なのにね、昨日夜遅かったし、夜遅いのに今日学校なのに見に来てくれて優しいですね。でなんか動画も送ってきてくれました。なんか心に会えるまであと30分とか20分とか言ってる動画もなんか送られてきました。編集してくれてた。昨日後半 MC でマヤが大きな声でコップ出してたので、もちろん聞こえてました。私なんか途中からねなんか汗、多分結構緊張してて汗が止まらなくて、まあいつもなんですけど、で汗でなんか目の視界が真っ白になっちゃって、それでちょっとコンタクト変えようと思って裏で前半 MC 終わった後コンタクトを付け替えてたんですよ。そしたら見えるようになったんだけど、だからハイウェイとかリボンあたりぐらいからリボンあたりくらいから本当に左目の視界がもう真っ白になっちゃって見えなくて、で急いでコンタクト付け替えてて、ちょっと後輩 MC が長かったかもしれないんですけど、ちゃんと聞こえてました、マリアさんの声は。
結構さやっぱライブ観戦とかめっちゃ好きな友達だからさ、そうすごい楽しんでくれていました。なんかもう一回見に行きたいって言ってた。なんか初めてだったからどんな感じかもう分かったから、なんか分かってもう一回見に行きたいって言ってた今日学校で。学校もねずっとね昨日の話しかしてないよ今日。今日の学校でずっと昨日の話してました。でなんかもうメンバーの名前とメンバーのキャッチフレーズもうねほぼ全部覚えてんの。やばくない？友達に公演前にココテンの歌詞かわいいからちゃんと歌詞聞いてねって言ったんですよ。そしたらもうメンバーの名前と私を追いかけるのに必死だったらしくて、そんなの全然考えてなかったって言われた。ジッパーめっちゃ好きって言ってました友達。ジッパーめっちゃ好きって言ってました。まあ、好きそうなの。そうなんですよ。学校ではココロって呼ばれてるの。ココロって呼ばれてます。でも昨日はずっとココペココピ呼ばれてた。お友達ココピより身長実が。そうなんですよ、私高いんです意外と。私と同じくらいの子が一人いる。お見送りも遅れてきてた。そうもうねバタバタしてて携帯が見つけられなくて、あれれれれ、まあいいやと思って遅れてきた。本当に楽しかったです。昨日なんかもう終わっちゃうのかなって思いました。次はまあ逆上がり公演がある。明日初日だしね。逆上がり公演もあるので、うん、見に来てください。結構開演ギリギリまでどのくらいファンの方いるかなってすごいドキドキだったんですけど、そうありがたいことにね立ち見の方までファンの方が来てくださっていたので、すごい幕開いてほっとしました。ありがとうございました、来てくれた方。公演の次の日学校毎回来てるのすごいねってめっちゃ言われた今日。眠いからね。ねコールもめっちゃすごくてびっくりした。ありがとうございました。お友達見てココペの中3を実感しました。中3してます。そうクリナさんが昨日はねお仕事で出られなかったんですけど、朝 LINE でね出られなくてごめんね頑張ってねって来たので、すごい頑張れました。嬉しい。ねえなんか小さい子ね連れてる方もいてね、すごいありがとうございます。今っぺお友達にいろいろお説明するの見てほっこりしました。
ゾンジャパンのコールびっくりしなかった。めっちゃお友達もコールしてたらしいですよ、心ってなんかもう分かってきたらしい、いつ言うとかタイミングとか、なんか次はもっとコールを覚えていきたいとか言ってたよ。そう、クリナさんがそう生誕祭出れないからって言って忙しい中ね、レディオネームの紙とアンケート用紙書いてくださって、すごいありがとうございます。もし今日配信この後するんだったら、ファンの方ぜひお礼伝えておいてください。でなんか昨日は学童のね先生も見に来てくれてたんですよ。学童の私の小学校の時の学童の先生が見に来てくれてて、まあ、たまに見に来るんですけど、でその学童の先生は私のお友達ももちろん同じ小学校だから知ってるんですよ。それでなんかあれって誰々先生じゃないみたいな、3人でお友達で話したらしくて、話してたらしくて、それでそう、その声がその先生に聞こえて一緒に話したらしいです。一生懸命逃げてたってバレたって言ってました。なんかね、そう何々先生じゃないみたいな話してたら、なんか一回うちわでなんか顔隠されたみたいな言ってた友達が。何してるの、隠さんでいいやんって。面白で、なんかお友達は関係者席に座ってたんですよ。そしたら前の列の方がハンちゃんファンの方で、ハンちゃんファンの方がいたんですよ。でその方がなんかお友達になんかこれは誰々さんでみたいな、すごい説明してくれたらしくて、これは誰々さんで、すごいたくさんなんか説明してくれたらしいです、ハンちゃんファンの方。説明してくれてたらしくて、コップファミリー友達目線の T シャツ着てたよね。友達以外は着てた？わかんない、どうなの、着てた。
そう、昨日はね、いろんなイベントがあった中でだったからちょっとドキドキだったんですけど、たくさんの方が見に来てくださっていて嬉しかったです。ママさん、パパさんは自分で席取った？そう、自分で取ってました。いましたねお乳最高でした、よかった、嬉しい、お待たせしましたっていう感じ。まあこれからも公園でできる時があったらいいけど。たくさん関係者来てくれてましたけど、昨日博多のガリリックトック、そう、ティックトックはもう本当に暑い中、いろんな、なんか2個上がってたんですけど、公園みたいなところでこうシュールないろんなところで踊ってるやつ撮りたいって言って、何十個も撮ってないか、撮って何十カットくらい撮って、公園前だったんですけど、もう汗だくで撮りました公演前に撮ったんですけど、コブラ生誕に合わせて、あ、そういうこと？そういうことね。わかんないけど、たまたまかもしれない。めっちゃ面白かったよね。すごい、すごいシュールな。小学生の時の遠足あそこ行くんだ。すごい、ありがとうございます。ありがとうございますって言っちゃった。全然違うよね。何言ってるの？ありがとうございます。何言ってるの、ちょっと頭がおかしくなって。チーム警報でもう公演終わりに撮ったんです。最後のご挨拶でなかなかせーの言わんから、おめでとう、難しかったよそうね、私が言うっていうのをエミリーさんが教えてくださって、横でコペ、みゆちゃんココロッペって呼ばれる、最近なんかココロッペ、ココロかココロッペかココッペ。そう、ザオちゃんもね、そう、昨日司会してくれて嬉しかった。沢ちゃん、うまくできなくてごめんねって連絡来たんだけども、全然、泣いてくれたしねありがとうございました。何時間？1時間くらい外にいて、もう暑かった下野さんが博多の代わりダンス踊りたいってさ、ポストされてて見ました。リジェキの生誕祭前のモバメタイトル、ココッペは間違えてるじゃん、ね、さっきココッペになってる。
ココロッペ帯ツボすぎて大好き面白いよね。嬉しいことたくさん言ってくれて、ざわちゃんも謝らないでって。公演中メンバーみんながいろんなところでペポーズしてね。本当に私も楽屋の DMM のテレビで見てたんですけど、いろんなところで皆さんがポーズしてくれて嬉しかった。そう、エミリーさんがね、ジッパーでこうやって両手でこうやってしてくださったんですよ。めっちゃ可愛かった。あれ見た時みんなもうカレンレンとかからここペッてエミリーさんがチャージしてたよ、めっちゃ教えてくれた。ヨルさんがペイしてたなんかめっちゃ情報がたくさん入ってきて、みんな教えてくれました。誰々さんが誰々ポーズしたよ。博多の香りはココッペすごい上のまでりなちゃん覚えれなくて、来ると教えてもらったって。博多の香りダンスは私も難しくて踊れる覚えるのは苦戦しました。今は踊れるんだけどね。えぐちゃんとカレンレン DM カメラに博多の香りダンスしてた私も早く DMM 見たいな。やっぱ生誕祭はいいなって思いました。2回目だったんですけども、すごいやっぱり生誕祭っていいなって思いました、うん、楽しかった。なんかどこ見ても私のファンの方がたくさんでさ、いっぱいうちわとか手作りのやつがあったり、持ってくださってる方がたくさんいて嬉しかったです。どこ見てもそう、写真撮影の時ファンがポーズしたの気づいて、気づかなかった。見ればよかった。見てたんだけど、あれ気づかなかった、ごめんなさい。申し訳ない、すいません、気づいてない。
イタッチ会なんとか過ごせていけそう。え、嬉しい、待ってます。ハイタッチ会福岡でもね今月あるので待ってます。お花見してって持ってきて。結構倒れるらしい。お花も、あ、やばい、倒れたくないこれ。お花もあります、飾ってます。ひまわり、何度も狙え仕様のフラスターだと思ってなかったのでびっくりしました何度も狙え仕様でした。そう、サイコロの目がね、心だったんですよ。お手紙の番、当選番号も56番、そう56番です。普段そのお手紙書くことないけど、書くときは普段の公演はバラバラにしてるんだけど。やばい、58分だって。読みます、ランキング13位、海賊特急さんありがとうございます。12位、ヨッシー、ハンちゃんズさんありがとうございます。11位、タオン、魚さんありがとうございます。10位、ムハマドさんありがとうございます。9位、ミジェイジニアさんありがとうございます。8位、マサルさんありがとうございます。4位、ヤスさんありがとうございます。6位、ノリッペさんありがとうございます。5位、バウッチさんありがとうございます。4位、マイノコありがとうございます。3位、博多ナルナルさんありがとうございます。2位、ヒデさんありがとうございます。1位、クロさんでした。ありがとうございました。皆さん昨日は素敵な生誕祭をありがとうございました。みんなそう疲れていると思うのでたくさん寝てくださいありがとうございました。昨日はありがとうございます。ありがとうございました。おやすみなさい、皆さん。バイバーイ。おやすみなさーい。